毎年夏になると祖道島はとても忙しい。夏休みの天気のいい日には大勢の人々が観光にやってくる。山が好きな人もいれば谷間に行きたいという人もいる。子供たちは海辺が大好きだ。ある朝、トーマスは海岸沿いの線路を走っていた。彼の客車アニーとクララベルは海に行く子供たちでいっぱいだった。みんな楽しそうだ。パーシーは港に貨車を引いていくところだった。いやー、トーマス楽しそうだね。僕も貨車じゃなくて子供たちを乗せたいよ。日曜学校の子供たちを乗せているんだ。でも今夜は僕忙しくてね。帰りは君が子供たちを乗せてくれない？いいとも、任せてよ。その後パーシーはハロルドに会った。悪いけど今厳重警戒中でおしゃべりできないんだ。どうして？天気が崩れそうで僕の助けがいることになりそうなんだ。君も気をつけろよ。どんな天気でもレールさえありゃ僕はどこにだって行けるよ。じゃあね。パーシーは途中でエドワードに会った。パーシー、嵐が来るから気をつけて。エドワードは注意した。約束は約束さ、どんなに天気が悪くなっても関係ないよ。子供たちは初めのうち天気に恵まれたが、お茶の時間になると黒い雲が現れ始めた。アニーとクララベルはパーシーが来ると喜んだ。雨がパーシーのボイラーに流れ込んだ。パーシーは精一杯走り、海辺の村を抜けて田園地帯にやってきた。川は水かさがどんどん増してきた。よく見えないな。パーシーは必死で雨の中を進んだ。だがもっと大変なことが待ち受けていた。機関士たちは乾いた板を探しに車掌車へ行った。床板を少し分けてくれないか？助手が車掌に頼んだ。床板を？車掌はしぶりながらも協力してくれ、火は勢いよく燃え始めた。あったかい。その時ハロルドがやってきた。あ、ハロルドに笑われるんだろうな。ハロルドから何かがパーシーの上に落とされた。物を投げることはないだろ。パラシュートだよ。俺たちのために熱い飲み物を落としてくれたんだよ。ありがとう、ハロルド。いやいや、お役に立てて嬉しいよ。そう言うとハロルドは飛び去っていった。パーシーの車輪が水の中で回り始めた。パーシーはまた蒸気が切れてきたが、勇敢に走り続けた。僕は約束したんだから、約束したんだから。力を振り絞ってついに終点に着いた。疲れ切ってはいたが誇らしい気分でいっぱいだ。よくやったなパーシー、君は約束を果たしたんだよ。いろいろ大変だったけどね。トップハムハット卿がハロルドに乗ってやってきた。機関士たちをねぎらい、パーシーに言った。ハロルドが言ってたぞ。パーシーすごい、潜水艦みたいに走るなんて自分にはできないとな。お前にはヒヤヒヤさせられもするが、役に立つ機関車だってことは確かだな。